ノルディックスキーとは北欧のスカンジナビア地方で誕生、発展したスキーの方である。1920年代後半から盛んになり始めたアルペンスキーに対してもともと実施されていた距離、飛躍、複合の3競技はノルディックと呼ばれるようになった。スキーブーツのつま先だけがビンディングでスキー板とつながれる構造であり、アルペンスキーと比較すると かかとが固定されない点で異なる。アンナハグユーリテッペシュ以下の3つの方に分類できる。ノルディック複合では、クロスカントリーとジャンプの両方を組み合わせて競い、その場合オメカニクスは深く研究されている。クロスカントリー競技では、強靭さや持久力が、ジャンプ競技では、空気力学的効率が必要で、それら両方を特定のスキルや変換し、練習や、 競技会において最適化させる。バイアスロンは、クロスカントリースキーとライフル射撃を組み合わせた、競技場が国際バイアスロン連合の管轄であり、国際スキー連盟の下では、ノルディック種目に含まれない。ありがとうございます。